エリノア・パーカーはアメリカ合衆国の女優。他にもエリナ・パーカー、エレノア・パーカー、エリナ・パーカーの表記がある。オハイオ州のセダービルに生まれる。父は数学教師だった。名門のパサディナ・プレイハウスで演技を学び、1941年映画デビュー。以降、数々の作品に出演し活躍。 往年のハリウッドを代表する美貌で知られているが、演技力にも定評があり、1950年の映画、助手の起き手では、ベネツィア国際映画祭女優賞を受賞している。そして、アカデミー主演女優賞にも3回ノミネートされた。ちなみに、アカデミー賞では一度も受賞できず、彼女もデボラカーや、グレン・クローズラと共に残念組の一人として、語られている。 他の代表作に探偵物語と有名なサウンド・オブ・ミュージックの男爵夫人が挙げられる。1960年代からはテレビドラマにも進出し、エミー賞やゴールデングローブ賞にノミネートされている。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにも名前が刻まれている。2013年12月9日死去、91歳没。ありがとうございます。